はい、皆さんこんにちは。元気されてるでしょうか？ X でございます。ということで、今回もね、お話ししていこうかなというふうに思います。ということでね、まあ、百田さんがですね、なんかベンツの車検がありますみたいな感じで、自分の車のね、まあ、車検がありますみたいな感じでね、言われたポストに関してですね、まあ、なんか結構クソリプがですね、飛んでるということで、まあなんかニュースにもなってましたね。ニュース記事で、ガジェット通信だったかながですね、なんか百田さんの関係でね、まあ、取り上げるぐらいのね、まあ、反響を呼んでるみたいなんですけども、日本保守党という政党を作って、日本を強く、豊かにということでね、して参りましょうと、説いてたので、当然日本の産業界にも貢献すると思ったらですね、自分はね、ベンツを乗るということで、面白おじさんだな、みたいな感じで言われてね、まあ、役田さんが私がベンツ乗ったら、まあ、日本の産業界の発展を妨げるのか、とかっていうことで、私は毎年ね、億を超える税金払ってるから、それは日本のために貢献してるんじゃないのかということで。まあ、ちなみにあなたは日本社会にどれくらい貢献してますかと。別に金銭的な貢献じゃなくてもいいから教えてくださいということでね、言ってるんですけど、百田さんの論調にプラスアルファでね、言っていこうかなというふうに思いますが、まあ、そもそもですね、日本っていうのは、もう海外の製品とか、海外の農薬だったりとか、仕入れてるわけですからね、それは。そうなってくると、じゃあ 100% その、なんていうのかな、海外製品が、海外薬品もそうだし、海外の、その、部品もそうですよね。だってユニクロなんて、ね、自分たちの服とかっていうのを、海外で作って、それを輸入して、それを安くやってるわけですからね。日本で工場作ってたりとかしたら、やっぱ人件費が高くなって、ね、安く一着分をですね、提供することができないっていう話になってきますからね。で、まあ、この方がね、XLL さんですかが言ってる、ことを、まあ、言うとすればですね、そもそも日本で生活できなくなるっていう風になっちゃうんですよ。だってトヨタの部品、車1個買ったとしても、100% じゃあ全部国内でやりましたかって言ったら、僕はそうじゃないと思うんですよね。なんかネジ1本ぐらいを多分中国の製品使ってたりとか、ねえ、なんかそういったマインドですよ、ね。中国からなんか特許をね、ある程度許してもらって、部品を作らせてもらって、中国の企業とかにお金を払って、なんていうのかな。まあその部品を作ったりとか、サスペンション作ったりとか、してるものもあると思うので、まあそう考えてみたら、まあなんか、無茶じゃねっていう話ですよね、こんなこと。だから、これがあるとすればですね、もう車乗れなくなっちゃうわけじゃないですか。で、ユニクロの服も着れなくなるわけですよね。で、例えば農作地とかでね、使われてる農薬とかっていうのは、ね、旭化成とかが、まあ、作ってたりとかするんですけど、それとはまた別で、ね、除草剤とかっていうので、まあ、いろいろね、その薬品を使ったりとかするのは事実あるんですけど、なんていうのかな。まあ、簡単に言えば、なんて言えばいいんだろうね。そういった海外の製品を使ってる農家も、人もいると思いますよ。皆さん大量に仕入れて、日本の国内の農薬品を使うとちょっと高いからっていうので、海外の薬品使ってたりとかする人もいるだろうし、ね。で、まあ、その、例えばなんですけど、イチゴとか作るときのビニールハウスのね、その軸とか、ビニールハウスのビニールの部分とかっていうのを海外で作ってる可能性はあると思うし、ね、それ言い始めたら、もう、その家にも住めなくなるんですよね。建築材とかっていうのは多少なりともね、安く仕入れなきゃいけないからっていうので、中国からね、仕入れてるところも多少なりともあると思うし、で、鉄筋だったりとか、その他もろもろですよね。そういうのも、中国の企業の、マテリアルですよね。簡単に言うと、材費を買って、それを日本で加工して、国内で流通させるっていう、ことをやってる企業もありますからね。で、その中って、そうなってしまったら、もうそもそも生産工場というか、作った工務店が、に問い合わせをして、このアパートを住んでいいのかとか、この家はもう純国産で全部日本の職人さんが手間か暇かけてやりました、みたいなね、ことになっちゃうわけですから、それこそ、なんて言うんですかね。かなり難しいと思いますよ。
僕からしてみたら。日本で輸入大国ですからね。なんかこの X さん、XLL さんはね、もう、なんて言えばいいんだろうね。まあ、無茶な論調を引いてますよね。そこは持ちつ持たれつでしょっていうのが僕の考え方ですよね。だって、鎖国しちゃったらさ、今の中国と何ら変わらないような感じになってしまいますし、まあ、企業側として成長することっていうのは、まあ多分今後一切ありえないっていう状況になってしまったりとか、まあ極端な論調を引くってなったらですね、まあ徳川家がやったね、なんていうかな、まあ、もう、ことをやってしまうってことになってしまいますからね。だから僕からしてみたら、この人は何を言ってんだと。まあそれが、ある意味においては幸せなね、政策につながるんだと、日本国民の幸せにつながるんだと、いう風な論調になるんだったらまだわかるんですけど、その、なんていうのかな。まあ、こういう極端な考え方してる人たちって結構一定数いるんですよね。日本保守党とか保守っていう名前をしてるんだったら、なんか、ちゃんとやれと。日本のためにやれみたいなね。日本産業のために貢献しろみたいなことを言う人いるんですよ。確かにその中で、改善しないといけないね。海外の、企業が優遇されるような政策だったりとか法律は変えなきゃいけないんだけど、今言ったね。いわばその、多少なりとも日本がそこの分野において遅れを取ってるところを海外の企業と協力して一つの製品を作り上げて、それが、いわば国力にね、貢献するっていう風に考えるのであれば、これは全然悪いことじゃないという風に思いますよね。これは共闘であって、まあ別にデータを盗もうとしてるっていう話でもないんですよね。ただ、まあこういうなんか保守の中でもですね、極端な保守の方々っていうのはですね、もう海外の奴ら全員、敵だと。もう言い寄ってくる奴らも全員敵だみたいな感じで、論調を引いてる人たちが多少なりともいるっていうのはすごく残念な、ことであります。僕からしてみたらね、なんていうのかな。いや、そこを言う、そんなこと論調で言うんだったら、じゃああなたはどこまでできてますかっていうか、和服着てるんですか毎日と。毎日和服着て、食べてるものは自分の、畑で作って、もう完全にね、無農薬で自家、栽培で、ね、有機栽培でやって、ねえ、まあ、なんていうのかな。なんていうのかな。まあ、エアコンも夏場は使えないですよね。海外でね、使われてる。だからまあ、冷蔵庫も使えないとかなっちゃうからね。今、冷蔵庫って言ったら、完全にね、海外の部品だったりとか、なんていうのかね、いろんなものを使ってたりとかする可能性っていうか、まあ、使ってるんですけど、ね、あったりしますし、ね、ガスも、ね、輸入してる天然ガスだったりとかガスをね、プロパンだったりとかっていうのを詰めてそれを流通させてるわけですからね。うん。だから、まあ、無茶な論調ですよね。なんか正直な話、極端なこと言ってきたから僕もね、極端に返してるんですよね、今。うん。まあ、それぐらいのことを言ってますよと。あなたはそういうこと言ってますよと。で、生活できなくなっちゃいますよと。で、もっと言うと、ちゃんとベストセラー作家としてですね、百田さんはお金を納めてるんだから、そこはなんていうのかな、バランスを持った考え方というか、余裕を持った考え方しませんかと。ね、常念さんとか和也くん見ててわかると僕は思いますけどね。彼らはすごい論調がおかしくなってるのの一番の要因って何ですかって言ったら、明確に、あれですよね。自分が良くて他人はダメっていうのを引いてるし、極端な論調になったから、彼らの論調っていうのは、多くの人たちは賛同できない形になってるよっていうことを僕は解説しているだけなのでね。なので、あなたたちが、特に XLL さんが住んでいる身の回りのものすべてはですね、海外の製品が多少なりとも入ってるということになってますし、自分が使ってる家電製品だったりとか、その他もろもろっていうのは、まあ、海外資本っていうのが多少なりとも入ってる可能性が高いということになりますので、もう今すぐ、何ですか？なんていうか、昔ながらのですね、一軒家に住んでいただいて、エアコンも使わない。で、まあ、農地を自分で耕していただいてですね、まあ、農薬も使わない、有機栽培する。で、まあ、服も着ないでね、自分で作っていただいて、そうすればですね、もう純国産ですよ。もう 100% 国産になりますからね。そうなりますから。まあ、そこまで
した上でですね、百田さんに、いや、自分をやってるんだから、お金持ちである百田さんもそれくらいできるんじゃないですかと、そういうことを言うんだったらですね、僕はいいと思います。いや、だから、あのね、まず XLL さんが極端な論調を引いたんだから、ね、それはちゃんと自分で責任持ってね、これぐらいのことは自分でやりますと。ちゃんとやりますと。言っていただければですね、おお、この人はちゃんと、ね、考えてる人なんだな、というふうに思ってしまうんですけれども。まあそういうことができない人なんでしょうね。正直な話。まあ、かぜくんも同じ、常年さんも同じ、和田さんもちゃんと、極端な論調を引く人ですよね。そうじゃないだろうと。別にいろんな、保守層の人間がいて、その人たちが全員で牽引してきたっていう。ね。聞いててそれが数字に現れてるかとかね。あの、なんかその人たちがリーダーシップを取ってやってきたっていうのは、別にここの関係に言ってはですね、あの関係ない話なんですよ。みんな保守で、保守の中でも、やっぱりその論調をね、広めていくっていう人たちもいると思うし、リーダーシップを取ってやってる人たちもいると思うので。で、それをですね、その参議院議員であるですね、まあ議員が言うんですよ。だから僕は和田さん信用できねえっていう話をしてるだけなので。なんていうのかな、極端ですよね。普通に。お前は、あ、なんていうのかな。国民から、なんていうのかな、こう、選ばれた議員だろと。議員のくせにそういうことやるのと。まあ、なんていうのか、普通に、ちゃんと国民の声聞いた方がいいと思いますよ、というふうに思ってしまいますね。うん。まあ、彼は彼なりの論調があるというふうに思ってますが、まあ、あまりにもですね、まあ、議員としての自覚が足りないというふうに思ってしまいますがね。はい。ということで、以上になります。面白いと思いましたら、チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。以上です。バイバイ。